チャンピオンの翔也選手対、増井裕樹選手、挑戦者。二人ともサウスポーで、それ根性勝負ですね。本当に。翔也選手は、志根村上塾で、村上塾長の元やってるんで、もう根性がすごいんですよね。叩き込まれてるんで。では、1月30日、ビッグバン40。はい。タイトル防衛戦という形で、今回、メインイベント。どうでしょう、その、興行のメインというものを任されることに関しては。いやー、まあ、素直に嬉しいですね。うん、その、やっぱどこの試合も一番最後って言ったら、なんか気合入りますね。うん、改めてそのタイトルを獲得されて、まあ、数年という時は流れたんですけれども、はい、まあ、防衛戦、前回は引き分け防衛という形。ではあったんですけれども、はい、どうですかそのベルトを獲得してからのキャリアっていうと。そうですね、最近のちょっと成績が、まあ、3試合全然納得いってない試合ばっかですね。やっぱりまあここ防衛戦に関してはもう本当に落とせないというかそういうところの状況なわけですか。そうですね、うん、まあそのトリを飾る、最終試合ということですから、やはりこう皆さん期待されているのは KO というところだと思うんですけども、はい、その辺に関する自信はどうでしょうか。KO は自信しかないですね。はい、ビッグバンを見に来てくれるお客さんたちに、マジで面白いね、みたいな感じで思われたいんで、うん、そういう試合しますね。もう最高の勝ち方できればな。で、増井選手はこの前、いつもクラッシュで活躍してる、東本選手に、完全に完封して勝った、スーパービッグバンの大会で。増井選手は本当に今結構最強のチャレンジャーなんじゃないですかね、ビッグバンの中で。増井選手すみません、タイトルマッチは何回目ですか。タイトルマッチ2回目ですね、うん、今現在まだ無冠ということなんですか。そうですね、はい。どうですかそのタイトルマッチのお話が来た時の気持ちというか。まあ結構、まあ、5年越しだったっていうのもあったんで、まあ、やっと来たかっていう、まあ、それを目標に頑張ってきてたんで。そのまあじゃあ今回対戦する翔也選手の印象はどうでしょうか。そうですね、まあ、パンチも強くて、まあ、蹴りも強くてバランスのいい選手だなとは思います。まあ、翔也選手、まあ、空手もやられてると思うんですけど、うん、まあ、ローキックをカットしないスタイルなんで、まあ、僕のローキックはカットされなかったら多分めちゃくちゃ痛いし効くと思うんで、ローキックで倒せると思います。翔也選手は軽量オーバーしたり、まあ、他団体のチャンピオンに何回も負けたりと、まあ、ビッグバンのチャンピオンにふさわしくないと思うので、まあ、僕の方が絶対にチャンピオンにふさわしいと思うので、それを証明したいです。ご自分でも、その写真でもそうなんですけど、髪の毛紫にしてるじゃないですか。はい。あれはどういった理由で紫になってるんですか。まあ、格闘家で紫いないなと思って、紫イコール、まあ、増井裕樹っていうのを、はい、まあ、覚えてもらうために、ね。なるほど。ですね。はい。その、ツイッターとかでは、紫ならともかく紫キャベツっていうふうに言ってるんですけど、それはどういったことなんですか。ああ、なんか紫キャベツっぽいなと思って、頭。どうですか、その増井さんみたいにその、かなり髪の色派手じゃないですか。はいはい。ああいう髪とかにしたいなとか、そういうのあります？いやー、紫キャベツ嫌いなんで、ちょっと、紫キャベツはいいですかね。の色はいいです。単純に食べ物としてもあんま好きじゃないですか。そう、あんま好きじゃないです。あ、好きじゃないですか。そうですね。試合終わったら多分好きになってますよ。